はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ただいまトレーラーの研修に来ております。イエーイイエーイなんと今ここはまあ、とあるホテルです。じゃじゃーん。なんとトレーラー研修に来て今初日、ただいま時刻が4時、夕方の4時、あ、反対だ。はい、じゃじゃーん。はい、4時5分。はい。なんとか、はい、初日を迎えております。とりあえず今日はね、まあ、いろいろと教わりながら、はい。まだトレーラー研修はまだなんですけど、とりあえず、今ホテルでチェックインして、明日からスタートとなります。はい。なんで今回は少しばかし、まあ1日目はとりあえず来たよっていうだけです。とりあえず明日からスタート、なんでとりあえず1週間頑張っていきたいと思います。とりあえず1日目終了。はい、おはようございます。おはようございます。ただいま3月の21日月曜日、ん？違う、あれ？3月の21日火曜日、ただいま時刻朝の、またや朝の7時10分。おはようございます。はい、おはようございます。さあ、今日はトレーラー練習2日目。昨日は乗れてないんで、とりあえず今日から乗れるってことなので練習を頑張りたいと思います。さあ、頑張るぞ。今日はどんな感じで練習するのか楽しみです。さあ、ちょっともう出発しないといけないので行ってきます。では後ほど。はーい。さあ、トレーラー研修2日目。ただいま。はい。あー、またや。ダメだ。はい。の時刻。夕方の5時45分。となっております。さあ、朝、とりあえず8時ぐらいに、練習場行って、で練習して、今ご飯を食べて帰ってきました。ありがとうございます。まあ、ご飯はねこんな感じ。はいはい、どうでしょう。はい、今日の夕飯はチキン南蛮定食食べてきました。ありがとうございます。美味しかった。美味しかった。さあ、まだまだトレーラー研修は続きますけど、今日はね、延々と駐車場でバックの練習、右バック、左バック、なかなか難しい。めちゃめちゃ難しい。もう何回も何回も練習 しました。明日からとりあえず路上教習みたいな感じで、今度はね、路上出て、まあいろいろ習っていきたいと思います。とりあえず今日本格的にトレーラー研修1日目。昨日はただホテルに来ただけ。今日は、はい、終わりました。なんとか終わりました。また明日からあるんで頑張っていきます。とりあえず3月の終わりにトレーラーが来るらしいので、あとは、まあでも、まだまだかな。3月以上、終わりの予定となってますけど、ちょっといろいろややこしくなってるみたいなので、ちょっとお待ちを。とりあえず、研修2日、1日目、1日目。はい。なんとか無事にぶつけることなく終わりました。イエーイ。さあ、また明日から頑張っていきます。では、今回は、
ここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。さあ、楽しみのトレーラー、まだ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 研修はありますけど、まあ無難にこなしてちゃんと身につけていきたいと思います。ではまた。今日の風景、はい、見えたでしょうか。